近本教授です。今回はですね、久しぶりに婚活ネタいきたいと思います。で、まあ、最近ですね、ちょっと話題になってます眞子さまと小室圭さんのね結婚についてとちょっと絡めてですねお話ししたいと思います。はい。まあこの話ね、なんでしようかと思ったその経緯としては、まあ、私結構失敗小僧さんの動画をですね最近よく見てまして、まあ、失敗小僧さんがね、このネタを上げてて、で特にその眞子さまが、中高、まあ、学習院で、別学かな、男女別学だったというところで、まあ、そこでね、大学で小室圭さんと出会って、で、まあ、それまでずっとやっぱり、その男女別で恋愛することもなく、そういうなかなか経験というかですね機会もなく過ごされてて、それでまあ大学時代に出会った小室圭さんにの魅力に惹かれてですね、でなかなかそのいろんな男とこう交際っていう経験ができなかったっていうのが一つ、その小室圭さんしかいないみたいなね、ところ一人の男性をすごく追い求めてしまうみたいなところの、まあ、依存してしまうというなんていうかなところの話をねされてたんです。まあ、その原因として、中高の、まあ、あの女子校というか、まあ、男女別学っていうところが原因なんじゃないかみたいな話をねされてたので、まあ、それに絡めてね私もねあの中高は、まあ、学校名言っちゃうとあの国学院久我山なんですよ私。で国学院久我山って、男女別学なんですね。であの門は一緒なんですけれども男子と女子は、文化祭とかね、そう体育祭とかの時は一緒になるんだけど基本的には別なんですよね。でただバレンタインの日とかはなんか一部ねこうやっぱりモテる男子はその女子からチョコをもらったりとかなんかして盛り上がるんですけど、うん、まあでもね基本的に学内で恋愛っていうのはほとんどないですね。うん、でまあ別にねその別学でも、まあ、学校以外でね結構恋愛してる人は、まあ、ちょこちょこいるので、まあその塾とかねで恋愛するっていうのは、まあ、できなくはないんですよ。で実際積極的な男子とかめっちゃモテる人はあの普通に恋愛をしてるんですよ。うん、でまあなんだけどやっぱり多数派はね恋愛してないです。で私もあの中高時代は本当恋愛って全くしてなかった。ただね文化祭でねやっぱその久我山はね文化祭と体育祭、まあ、特に文化祭は結構女子と交流できるからそこで仲良くなってちょっとね、まあ、結構好きになった人はいたんですけど、でもなかなかねそこで告白するとかそういうところまで行きませんでしたね。うん、で私の場合はあの中高そうですね塾はねほとんど全然行ってないかなあの行ってなくて、で浪人した時にはね予定学院に行ったんですけれども、あのとにかくねあの塾行ってなかったんでそういう出会いは本当になかったです。うん、でその後ね私は、まあ、もしあの知ってる方は知ってらっしゃるかもしれないですけど、私あの一昨年ぐらいはねちょっと婚活で非常にあの精神状態がやばくてですね、まあ婚活打つと言って、まあ、別にあのうつ病の診断を受けたわけじゃないですけど、でも結構精神的に、まあ、やばくて、それは本当に夜中のね夜中のその高速走行比較とかってやってる頃だ、夜中にレンタカーシェアカーかを借りて動画撮ってる頃っていうのは実はね精神状態としては非常に、まあ、良くなかったんですね。っていうのもその他の人と接するというか、なんかあのとにかくね街を歩くのが嫌だったんですよ。会社で仕事する分にはいいんだけど、やっぱ仕事をしてない時がすごい苦痛、特に休みの日がすごく苦痛で、何が苦痛かっていうとやっぱり世の中外に出ると、まあ、男女のカップルがたくさんいるわけですよ。で、まあ、その親でさえね、まあ、親もある意味カップルだっていうふうに思っちゃって、そうするともう周りみんなねあのリア充ばっかりでもうなんかねダメなんですよ。街歩くともう本当に精神状態がやばくなるというかみんなリア充ばっかりでっていう感じで思っちゃって、でなかなかね、まあ、アプリをすごいやってたんですけどなかなかうまくいかなくてちょっといろいろあったっていう話なんですけどね。うん、で
まあ、ただそこで私の場合そのアプリをいろいろやってて、でまずそのお付き合いまでね行ったんですよ。 Wiz っていうアプリで一回お付き合いまで行って、でそこでいろいろね、まあ、2ヶ月ちょっと3ヶ月くらいかなお付き合いさせていただいたんですけど、別れちゃって、今思えばすごくね別れたのももう納得っていうか、まあ、やっぱ男性能女性能の違いっていうのは本当に原因ですやっぱね、よく典型的な別れ方をしました、その時に。ね、LINE とかもね、結構最近になってその彼女さん、元カノさんのね、との LINE のやり取りとか見てると、あ、これはもう完全にその男性脳と女性脳の違いによる不和、男女間のその脳の作りの違いによる不和だなっていう感じで別れてます、本当にね。うん、で、その辺は私結構その復縁の、専門にやってる復縁コンシェルジェさんっていう動画も結構拝見してまして、月寄さんって方がやってるんですけど、まあ、月寄さんの私すごいファンなんで、ちなみに月寄さんを知ったのはゆうきチャンネルさんっていう別の婚活系 YouTuber、 まあそれはプレイヤーですね、婚活のプレイヤーでずっとやってる、まあ、自称ひもてぶサメンのゆうきチャンネル、ゆうきさんですね、動画から知ったんですけど、その月寄さんのことをね、まあ、ちょっと話があっちゃこっちゃして申し訳ないんですけど、とにかく、まあ、婚活すごい大変だったんですね。で、大変だったって過去形にしていいのか分かんないけど、まあ、今はね、2人目の彼女さん、まあ、2人目、そうか、うん、で、まあ、多分結婚来年ぐらいにできるかなっていう感じで進んでて、今回の今お付き合いしてる彼女さんは、まあ、本当価値観がすごい一致してるというか、結構ね、お相手が男性能なんですよ、割と、女子の割に。なんか論理的な思考を持ってるのですごく話がしやすい、うん、でそこをもう少し冷静に見ると、私の親、母親がやっぱりね結構男性脳なんですよね。女性の割に結構男性脳なんですよ。要は論理的思考回路を持ってる。女性は一般的には感情優位でやっぱり保守的なというか、まあ安全安心が第一ですから、まあ、それはやっぱり子供を守るっていうですね、まあ、母性本能というかですね、当然男子はまあ要はあれですよ、一人の複数の女性に対して、まあ、子付けじゃないけどね、まあ、それ江戸時代の大奥じゃないですけどとかの、まあ、話から分かる通り、やっぱり一夫多妻制というか、とにかくいろんな自分の子孫をたくさん残すで、世の中的にはその、まあ、頭のいいというか、まあ、有力な男性の子孫をたくさん残して、劣勢の男性の子孫は残らないっていう感じで、まあ、優秀な遺伝子だけ残っていくみたいな仕組みが、まあ、昔からなってるわけですね。まあ、今でもイスラム教なんかだと、まあ、割とそれに近い、一夫多妻は認められているというところで、まあ、それはある意味合理的な部分は結構あるんですよねで、まあ、でもとにかくその男性脳と女性脳の違いで別れたんですけど、本当にね最近思うのはね、1回目の彼女さんといろいろ、まあ別れてよかったって言い方あれですけど、やっぱね女性経験って大事だなっていうふうにすごく思います、うん、とにかく恋愛が大事だってことをね、その1人目の彼女さん、と別れて、でそのあと2人今の彼女さんと、まあ、結婚まで行けるといいなとか行きたいんですけど、まあ、とにかくその1人目というか、まあ、3ヶ月間のお付き合いは非常に私の中では今となってはすごい有意義だったです、まあ、その彼女さんこそやっぱ普通にって言ったらあれけど、まあ、女性ので、うん、女の人ってこんな感じなんだなっていうのを深く知れたんですよね、うん、でやっぱねそういうのがなくって、1人目で付き合った人で結婚まで行くっていうのは、もちろんそういうケースもある、もちろんそこで、まあ、私だったら男性脳に近い女性と出会った方が、一緒になった方が多分ストレスは少ないので、もう同じ思考回路をしてるといろいろ円滑に物事進むと思うんでね、うん、っていう、まあ、だから1人目からそういう価値観の合う人を見つけるっていうのは、まあ、できないことではないんですけど、やっぱ確率としては非常に低いわけですね。でそんな中でやっぱりね、女性経験がある程度あって、いろんな女性といろんな女の子と付き合ってみて、それで、女の人をまず知るというか、まあ、全体的にやっぱ今の彼女さんでもやっぱちょっと女性的な思考回路っていうのは何かしらあると思うので、あんまりねそこまで結構その男性能だなって思う部分多いんですけど、でも、まあ、食事とかでやっぱりねこうシェアして食べるっていう感覚、これはね結構女性能なんですよね。その
例えばこうお互い別の料理を頼んで、半分ずつ食べるとかっていうこと、これ男性同士だったらほとんどしないじゃないですか。でもその辺はちょっと彼女さんといるときは、まあ、ちょっと違うメニューを頼んでシェアするみたいなことをやるんですけど、その辺ってまあちょっとその男性の女性のその思考回路の違いっていうのを私はまあ勉強しているから、そこでちょっと女性に歩み寄るというかですね、その辺はでもやっていくとね結構慣れてくるんで、むしろ自分もなんていうかな、いろんなものを食べたいっていうふうに思ったりするようになるんですけど、まあ、とにかくその辺こうやっぱり違い、男性と女性のその辺の思考回路の違いっていうのは、まあ、事前にもちろんそういうふうな情報商材とかでとか YouTube とかで学んでおくっていうのも大事なんですけど、やっぱり実際に経験する実践してこそやっぱそこの辺がね身につくと思うんで、なんかその辺を、まあ、理論だけでうまくいく人もいるんだろうけど、やっぱね経験するっていうのは大事だと思うんですよね、うん、でそんな中でやっぱりね中学高校時代でやっぱ男女別学とか男子校っていうのはとか女子校っていうのは、あ、ちなみにカネルさんも女子校出身で中高時代は全然恋愛経験なかったみたいなんですけど、もう置いといて、やっぱねその男性と女性で分けるっていうのはそういう機会を、まあ、あのもちろんさっき言ったようにあの予備校というか塾とかで、出会う人は出会うし、イケメンや美女はもうどんな環境でも彼氏はできる、彼女はできるんですけど、でもまあ普通のね別にイケメンでもない、可愛くもない人っていうのはなかなかそのやっぱり確率っていうか、これ統計取ったら絶対そうだと思うんですけど、やっぱ男子校女子校よりは共学の方が、そういう男女の交際っていうのは上がるわけですよ。でそういったのって、まあ、中高時代はだから私の価値観から言うと中高時代は別にその恋愛なんて全然あのしないのが当たり前だって、まあ、中高は勉強する時だっていうふうに思ってたんだけど、それがその社会人になって特に大卒で、会社入って、でその会社が結構、まあ、あの明るい、なんていうかな、パリピ系の人も結構いたんですね、あのグループ、一括採用だったんですけどで結構衝撃を受けたんですよ。でみんなもう彼女彼氏いたんですよ、うん、でいないのは自分とグループ会社ですと自分と同じ会社行った何人と、あとまあでもとにかくね、もう付き合ったことがないなんて人はすごい少ない、少数派でした。でそれですごい私はカルチャーショックを受けたっていうか、えって、中高大学で恋愛をしてないっていうのはそんなに異端なのかと、まあ普通はだからやっぱ大学では出会ってなんか恋愛するんでしょうね、普通の人はって、普通って言い方はあれですけど、まあでも私の場合はその中高時代はね、まあ、恋愛できないのはまあいいとして、やっぱ大学時代は恋愛できなかったのはそれはまあ、 あの電通大は女子が1割ぐらいしかいないので、まあ学内での恋愛っていうのはなかなかなくて、まあでもね、あの音楽系のサークルとか入ってるといろいろね、交流あるみたいで、まあ、彼女いた人もいましたけど、うん、でもやっぱなかなかその辺は確率論、まあ、統計的な部分で言うとやっぱり電通大はね、あの女の子を見たらそれは男の子、男の娘と書いて男の子だというふうに疑いみたいな神話みたいなのがあるんですけど、都市伝説じゃないけど電通大のアンクロサイ、ウィキペディアのなんか裏バージョンのやつとか調べると出てくると思いますけどね、とにかくあのそんな感じですよ。だから、まあ、普通は中高で男子校女子校でも、まあ、大学時代には恋愛っていうのはまあ経験するんだろうけど、うん、でもまあ私の場合はそれは大学もなんか中高と同じノリで男子校のノリで行っちゃって、うん、でまあその頃はやっぱね陰夢が流行ってましたね、まあ、特に私のね下の世代の1個下2個世代下の世代の、子がなんかねやたら野獣先輩を推してきたんで、結構サークルとかでもねなんかその陰夢ネタで結構盛り上がって、まあ、それはそれで面白かったんですけどねだけど社会人になってから、いやなんか陰夢ネタもね通じないんですよ。その野獣先輩とかありがとなすとかっていうネタが全然通じなくて、あ、ちょっと世界が違うんだなとみんな普通に恋愛してるんだと、中高で恋愛をするっていうのがまず私の中ではカルチャーショック受けたし、大学では普通にするものだっていうのもちょっとね、そうなんだっていうふうにびっくりしちゃいましたよ、うん、ということで、まあ、あのお前がそういう積極的に行動しないからいけないんだろうっていうのは、まあ、確かにあるんですね、うん、あるんですけど、なんでかな、何がいけないかっていうと、その出会いがないのがいけないっていうよりかは、やっぱその中高時代とか大学時代に彼女ができないっていうことがもう当たり前だと思う環境は良くないなっていうふうに私は思うんですね。
特に、まあ、私なんかはまあ、言うてそこまで、婚活において不利なタイプではないというかですね、身長はね170センチありますんで、うん、婚活市場ではそんなに底辺ではない、それは本当に恵まれてるってだけですよ、単純にもう、うん、ありがたいだけで、神様のというか、まあ親のというか、まあ、とにかくそれはありがたい話で、だから婚活もまあメンタルをこううまくやればね、なんとかなるってタイプなんですけど、やっぱり低身長の人とかってやっぱ20代後半とかになって婚活やりだしてもなかなかね厳しいと思うんですよ。やっぱりね、その中高時代とかでこうずっと付き合って、で大学生時代、大学卒業して結婚とかっていうのをしないと、まあよほどのお金持ちになれば別ですけど、前澤さんみたいにね、だけどなかなか難しいよなっていう、まあ、その辺はゆうきチャンネルのゆうきさんを見てて思うことなんですけど、まあ、ゆうきさんも今も婚活されててね、いろいろ苦労されてて、まあ、今後もね頑張ってほしいなっていうふうにすごい応援してるんですけど、でもやっぱなんていうかな、やっぱね中高時代ですよ、まあ、幼少の頃、そのやっぱ女の人も、まあ、男の人もそうなんですけど、やっぱり長く生きてくるとその利害関係っていうのはね人間考えるようになっちゃうから、でそうするとだからね、究極その論理的思考を追求すると、結婚って意味なくないって話になったり、反出生主義になったりするんですよね。うん、だから結婚とかって、恋愛とかってやっぱね、ノリと勢いっていうのがね結構大事だと思うんですよね。だからその辺が、まあ、年取れば取るほどこう冷静に、今結婚しなかったらこういう生活できる、結婚して、まあ、相手が家事手伝い希望だったら働きたくないとかってなった場合は、じゃあそしたら今よりも家計が厳しくなるし、だったら結婚しない方がいいじゃんとか、なんかそういうね、いろんな計算とかをするようになるんですよね、大人になってくるとね、利害関係っていうのを考えるようになるから、そうすると結婚なんかできないんですよね。でやっぱり年取ると40代とかなってくると、結婚相談所とかも結婚率って相当下がりますし、うん、まあ、男性と女性それにちょっと違う、まあ、男性は逆に年取っても、まあそこは比較的ね、需要はあったりするけど、女性はやっぱり40超えてくると、もうてか35超えると結構厳しいとかってありますけれども、まあ、とにかくやっぱね、あんまそういうああだこうだ考えないうちから、自然な出会いで中高時代、まあ、大学時代、とか、まあ、就職してすぐぐらいですね、出会いで、うん、お互いをこうスペックとかをこうにらめっこしてマッチングアプリで出会うとかっていうのは、まあ、それは、まあ、手段としてはしょうがない、で私もそれで出会ったしマッチングアプリにはすごい感謝してますけど、でもまあ理想的なものではないというふうには思うんですよね。だからやっぱり自然な出会いが大事だし、やっぱ中高でその自然な出会いを生む、せっかく埋める環境をなくしてしまうというか、産む確率を下げてしまうっていう、その男女別学とか男子校女子校っていうのは、私はね、変えていった方がいいっていうか、だから男子校女子校っていうのはもうどんどん共学にしていった方がいいっていうふうに私は思ってます。特に男女別学ね、別学っていうのは私はもうこれ実体験でやっぱり効率が良くないっていうふうに思いますし、まあ、全体的にやっぱり少子高齢化っていうところで子供をたくさん売るって、やっぱノリと勢いなの、やっぱ子供を作るっていうのもノリと勢いっていうところが大事だし、なんかそこそこ貧困な家庭で子供生まれちゃうと、まあ、子供を養っていけなくてすごい貧困で大変かっていうと、その辺はなんとかなるもんなんですよね、意外とね、っていうのはいろんな人が言ってますよまあ生活保護とかっていう制度もあるし、うん、だけどその辺ってやっぱそれは私の価値観、それはお金に執着がない家庭で生まれたからなんですね。その辺はだからやっぱりそのもっと金持ちの資産家の子供とかだったら結構もう本当にね、事なかれ主義の方が多いなっていうふうに私の身の回りでは思ってますし、逆にやっぱあんまりそのいい教育を受けられなかったというか、まあ割とお金に関してシビアだった方っていうのは、これ本当ね大学時代にね思ったんだけど、そうやっぱね、女の子で奨学金とかもガンガン借りてる女の子で、大学卒業するときにね、その子もね、就職で、まあ、うち結構院卒の人が多いんですけど、まあ、電通大って院に行く人が7割ぐらいいて、まあ電通大の院に行く人が6割で、多大の院に行く人が1割ぐらいいるんですけど、でもその女の子も
を大卒で就職したんですけど、その人ってなんかやたらね年収にこだわってましたね、その就職先選ぶときに、うん、でその辺の価値観が、まあ、結構理系の人ってやっぱこういうことをやりたいとかで職業を決める人が多いと思うんですけど、その人はそうじゃなかったですね。やっぱお金っていうところで結構決めてました、うん、でその辺を大学時代に私は見てて、お金じゃないでしょうって、やりたいことで仕事していった方が絶対楽しいじゃんってすごい思ってて、なんでその人がそういう風な思考回路になるのかが全然分かんなかったけど、今はすごい分かる。それやっぱり生まれ育ちなんですよね。だからその育ちの違いとかっていうのも、なんでっていうところが、あの今だったら分かるけど、それやっぱりあの前のカナダさんといろいろ話したり、まあ、やっぱ深い関係になっていろいろね探りを入れるということをしたからっていうのもあると思う、まあ、友達関係でそこまで行くこともまああるけど、やっぱ、うん、彼女彼氏の関係で深い付き合いになってからこそそういうね、ことを知れるっていうのもありますし、うん、やっぱねそういう男女関係って、まあ、女性のを知るっていうだけじゃなくて、やっぱ人間同士のこう深い関係になるっていうのは家族以外でね、まあ、家族って基本的にもう一緒なんで、だいたい似たような思考回路になるので、特にまあ男性だったら、男の子だったら母親の影響をすごい強く受ける、女の子だったらお父さんの影響を受けると、よくまあどんな好きな男性のタイプはどういう人ですかって言ったら、女の子に聞いたら大体お父さんみたいな人が好きっていう人結構いるんですけど、まあでもそれはまあそのあの心理学的にはね結構それが言えて、で、まあ、私なんかもやっぱり好きな理想な女性のタイプってやっぱりその女の人でありながら、大しくその論理的な思考回路を結構持ってる人っていうところになると思うんですけど、まあ、それは、まあ、やっぱ母親なんですね。母親に近いような像っていうのを求めていると。で今お付き合いしている金田さんはもう極めて理系のまあ院卒っていうところからしても、まあ、論理的思考回路を持っている人なんで、すごい話が楽しいし、うん、本音でこう語り合えるっていうような関係になれてるんですけど、そのどういった生まれ育ちというかどういう家庭で育ってきたかと、その辺がすごい大事なわけですよね。でその辺のことってまああんまりやっぱ深い関係にならないと喋らないし、うん、でその深い関係が1回きりですごくいい人、価値観の合う人に出会うっていう可能性は低いっていうふうに思うんですよね、うん、まあ、もちろんそれで出会える人もいると思うけど、やっぱり 2,3 人とこうお付き合いしていく中で、まあそれをね、うまい、あの器用な人は同時並行でお付き合いとかしてたり、まあ、でもまあ器用な人はそういうことはできるんだけど、まあ、まあそれはちょっとね難しいかなって。とにかくでもやっぱりいろんな人と出会って、でいろんちょっと深い関係になって相手をよく知った上で、やっぱり相対、まあ、相対比較っていうのはね、あんまりしすぎると幸せじゃなくなるって思うんですけど、それは私はまあいろんなハイブリッドしても相対比較をいろいろしてて、なんかこれちょっと違うよなっていうか、なんか、すごい浅はかだなって思いながらもそういうこと言ったりする部分もあるんですけどね、うん、でもみんなそれぞれ違うっていいところはあるんでね。でもどうしてもやっぱり比較っていうのは人間しちゃうし、まあ、特に男性能だったら論理的な思考回路でやっぱり比較して、常にその利害関係っていうのを考えていくっていうのは、まあ、これは別に男性女性限らずね、あると思うんで、やっぱその辺の話で、そう深い関係に、やっぱり早い段階からなって、行かないと結構大変じゃないかなって、人生ハードモードに精神的な意味でね、なっていく可能性は大きいから、うん、だからやっぱり中高時代とかにその恋愛できる環境っていうのはどんどん増やしていった方がいいよなってすごい思うんですよね、うん、でまあただこういうふうな話をするときに絶対そのいいところだけじゃなくて悪いところもある、その今別学であるメリットもあると思うんですよ。その別学であるメリットとデメリット、そして共学にした時のメリットデメリットを、まあ、比較検討して、でじゃあやっぱ共学の方がいいねってなったら共学にすべきっていう議論があって、でその辺の別学であることのメリットっていうのが私はねあんまりわからないんですよ。
でも親母親なんかはそれこそ別学の久我山を一つ候補に選んで、中学受験で私入ったんですけど、中学受験って半分親が決めますからね、その志望を、学校ってねだから自分自身ももちろん同意はあったけど、でもあんまそこまで調べてなくて、久我山入ったんですけど、別に久我山入って良くなかったって言ってるわけじゃ全然ないんですよ。特に陸上部とか入って、長距離走ってね、すごいいい経験ができたって思ってますし、全然母校愛っていうのもありますよ、ありますけど、でもやっぱその男女別学っていうところに関して言うと、これは私だけじゃなくて、結構周りの友人とか見ててもやっぱイケメンとか美女はもう置いといて、そうじゃない人たちってやっぱりその後社会人になってから出会ってっていう可能性は結構限られてくるというかですね、やっぱ中高時代の毎日同じ空間にいるっていうのはやっぱ大きいから、そこの時間で出会った方が絶対効率がいいんですよ婚活アプリに何十万以上かけた人間からして、あと結婚相談所に2種類結婚相談所入って、結婚相談所というか結婚情報サービスか、スバイっていうのと楽天オネットって入ってたんですけど、私ね一時期両方同時に加入してたんですよでそこで入会金でもね20代だと結構安かったんで、ぶっちゃけそんなにお金かけてなくて、アプリと同じぐらいかな、かかったお金は。アプリの方がちょっと安いか、でもとにかくそんな感じでねやってて、で私のことだけで言うと結果往来、全て結果往来で、そういったいろんな苦悩があって婚活で結構もう本当死にたいなってすごい思いましたけれども一時期ね、だけど今思えばいい思い出ではないけど、でもそういう試練があって自分が1段階2段階結構成長できたかなって思うんで、全然私にとってはその経験っていうそういう苦労したことっていうのはプラスになったんですけど、やっぱ同世代とかちょっと上のそれこそゆきさんとか見てて、なんかそういう経験ってあんまプラスになる、将来そういう出会ってちゃんとっていうか、いい相手を見つけて、プラスになって、あの時は大変だったな、でも今幸せになったからよかったなってなればいいんですけど、なかなかそうならない人も結構いるんじゃないかなって思うんで、それこそまだ結城さんなんかはね、その婚活ネタをこう動画発信できるっていうところで、動画のネタ作りにはなってるんで、プラスの部分もなくはないところはあると思うんですけど、とにかくやっぱり世の中全体としてそのコスパがねやっぱり悪いと思うんですよ、婚活アプリで出会うとかっていうのは。もう中高時代で自然な出会いがあった方がそりゃ人生のコスパがいいというか、それは心の意味での幸せっていうところでのパフォーマンスも考えた上でね、お金じゃなくてですよ、そのお金とか物理的なものだけじゃなくて、幸せっていうところを、幸せに生きるって幸せに一生を送るっていうところを考えた上でも、やっぱりその恋愛を早いうちからするような、早いうちから恋愛をできるような環境というか、周りで結構恋愛してる人が多いっていう環境じゃないと、やっぱりそれが当たり前だと、中高時代大学時代で別に彼氏彼女いないのが全然当たり前なことだっていうのが普通だと思って、社会人になると私みたいにギャップをすごい感じる人間もいるっていうところで、これは何人も周りで見てますからね、だからその辺は、だその少数派であるっていう自覚をして恋愛しないのだったらいいんですよ。俺は恋愛は興味ないって言って、その強い意志を持ってそうであればいいんですけど、そうじゃなくて周りがみんなしてないと、中高時代とか大学時代に恋愛してる人が極端に少ないと、これが当たり前だって思い込んじゃうんですよ。世の中こんなもんだよねって思い込んで、大学卒業して就職して、えってちょっと違うのって、そこのギャップに結構ね悩まされるっていうところで、ね、その後社会人になって、やっぱりそれこそリストラの候補とかっていうのも、やっぱ家族がいないっていう人は対象になりやすいとか、その辺は失敗小僧さんのね動画とかで、失敗小僧さんも公務員19年やられてリストラされたって、その一つのリストラ候補になったのは、やっぱり一人でも全然生きていけるからっていう、扶養家族がいなかったっていうところが大きいって言われてますけれども、それは絶対そうだと思うんですよ。いろんな要因があると思いますけどね、失敗小僧さん自体がめちゃめちゃ頭がいい人、IQ が高い人で一人で
生きていけるからっていう、まあ、人事のいろんな判断があったと思うんですけど、でも一つにはやっぱり、結婚してないっていうところ、まあ、結婚してなくてでもそれでも幸せな人は絶対いるんでいいんですよ。その結婚絶対すべきとかって思わないですけど、でも結婚したくてできないっていう人が、周りにいるから、そういう人たちってやっぱり、ちょっと不幸だよなって、まあ、過去の私自身も恋愛したいけどできないっていうのは、ね、あるんで、だからその辺ね、そう、あの眞子さまとの話に戻すと、やっぱ皇族の人ってすごいその辺、そもそも学習院どうのこうの、その男女別学の話の前で、やっぱ皇族の人ってすごいなんかかわいそうだなってちょっと私は思っちゃいますよね。なんかその人生が結構融通が効かないというか、まあ、それこそ私みたいに YouTube で好きなことをこうね発信するっていうこともまあできないですし、うん、だからその辺はね、多分お金の価値観が結構その割とお金にシビアだったあの家庭環境で育った方にしてみれば、多分皇族とかの暮らしって、もう裕福で、あ、もうめちゃくちゃ羨ましいっていう、天皇陛下の、ま、家に生まれればよかった、それこそ親ガチャじゃないですけどあ、親ガチャ大当たりじゃんっていう風にね、眞子さまのこととかって思うと思うんですけど、まあ、その辺私はあのそこそこなボンボンなんで、まあ、ボンボンって言い方そんなにボンボンじゃないですけどね、まあね、でもとにかく、うん、あの一人っ子なんで、そういった価値観で言うと、全然その皇族に生まれたかったとか、皇族に生まれる人が親ガチャが当たりだとかって思わないです。むしろ外れじゃないかっていうふうに私の価値観と思っちゃいます。それは別に間違ってる正解とかそういう話じゃないです。私の価値観ではそういうふうに思っちゃうんですよね。でだからそういう人たちって全然幸福かどうかっていうと、お金はいっぱいあってもやっぱね、幸福とはかけ離れてるんじゃないかなって思いますよね。